神甲子園球場です。北海道対聖州、この試合の模様をお送りいたします。北海道の先発は右の本郷、聖州の先発は右の北村、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の本郷登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは千田。はい、第9投げた、直球に送ってストライク。第2球投げた、見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、ボール。投球これから4球目、外れた、ボール。さあ、5球目、スプリットはボール、インコース低め。第6球を投げました、打ちました。第7球を投げました、スプリット、見送ってフォアボール。いきなりフォアボールを与えてしまいました。第9、初球送りバント、ピッチャーの右へ転がした。西取ってアウト、ランナー二塁に進みました。北海道先制のピンチを迎えます。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、スプリットはボール、投げました、打ちました。ライト前のヒットになります。いいバッティングを見せました。北海道なおもピンチが続きます。第2球投げた、打った、流し打ち、レフト前クリーンヒット。聖州まずは1点先制、1対0。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、赤石ストレート決まってストライク、重そうなストレート。第2球打ちました、西バックしていった、取りました。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。投げた、見送ってボール。第2球投げた、2球で空振り。投球はこれから3球目、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。1回の表が終わって1対0、聖州先制点を挙げています。右の北村マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、1点を追いかけます。北海道攻撃に入ります。先頭バッターは寺田、初球引っ張った、右へ切れた、ファウル。投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。投球は3球目、投げた、1つ外した、ボール。第4球は打ちました、いい当たり、江原ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは2番西、第9投げました、ボール。第2球投げました、内角へストライク、伸びのあるストレート。投球はこれから3球目、打った、千田交代、これはヒットになります。西ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。第9投げました、初球はストライク、いきなり157キロ。第2球投げました、引っ張った、右へ打っていったが、これは切れてファール、タッチアウト、ツーアウト。ツーアウトランナーなくなりました。投球はこれから3球目、高めボール球打った、フラフラッと上がった、ファースト落下点に入りました、取って、これで3アウトチェンジ。1回の裏が終わりまして、1対0、聖州1点リードは変わりません。
2回の表聖志攻撃に入ります。背番号20投げました。完全に外れた。ボール。第2球投げた。危ない球。投げた。見送ってストライク。次は4球目投げた。空振り。重そうなストレート。追い込んでから第5球投げた。ボール。インコース高め。第6球はスライダー。空振り三振。バッターは8番江原。第9球投げた。ストレート見送ってストライク。重そうなストレート。第2球投げました。空振り。これで追い込みました。第3球を投げました。ボール。投球これから4球目空振り三振。バットアウト。最後は149キロストレート。投げました。ボール。第2球アウトコース高め。ストライク。タイミング合いません。第3球を投げました。危ない球。第4球を投げました。打った。センター落下点。取りました。これで3アウト。本郷下位打線を三者凡退0点に抑えています。2回の表が終わって1対0。聖志この回無得。2回の裏北海道攻撃に入ります。この回の先頭バッターは青柳。投げた。まっすぐ見送ってストライク。いきなり156キロ。投球これから2球目見送ってボール。第3球を投げた。打った。ファール。第4球を投げた。スライダー。見逃し三振。バッターは5番遠藤。第9投げた。初球決まってストライク。いきなり156キロ。第2球投げた。ボール。聖志ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投球は3球目投げました。打ちました。ライト前進。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターはピッチャー本郷。第9投げました。見送ってストライク。いきなり157キロ。第2球投げました。打ちました。センダー取った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。北村この回ピシャッと3人で抑えています。2回が終了しまして1対0。聖志1点リードは変わりません。聖志この回1番からの高打順になります。先頭バッターはセンダー。第1打席はフォアボール。投げました。初球スプリット空振り。変化球にキレがあります。さあ次の投球投げました。ボール。第3球はスライダー空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。スプリットはボール。第5球投げた。空振り三振。バッターは2番ミキ。今日2度目のバッターボックス。投げた。ボール。第2球投げた。ボール。第3球は3球目ストライク。第4球を投げた。打ちました。西下がっていった。取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは3番。第9
見送ってストライク。初球ストライクから第2球投げました。インコース低めいっぱいストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球はボール。第4球は外れたボール。次は5球目投げました。打ちました。西ボールを取る。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。選手打順トップからでしたが三者凡退で攻撃を終えています。3回の表が終わって1対0選手。3回の裏1点を追いかけます。北海道攻撃に入ります。先頭バッターは羽生。初球空振り。少し迷ったか。第2球投げました。決まってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。追い込んで第3球を投げました。一つ外してボール。第4球を投げた。外角見逃し三振。バッターは8番ベト。第9球投げた。インコース高めストライク。まずは決めてきました。第2球投げた。空振り。第3球を投げた。危ない球。第4球を投げた。流し打ち。どうだ。これはサード間に合いません。ファウルボール。打った。ファウルボール。第6球を投げました。低め空振り三振。最後は158キロストレート。右バッターボックスには佐々木。投げました。初球見送ってストライク。キレのある変化球。第2球投げました。まっすぐ空振り。これで追い込みました。追い込んでから第3球を投げました。1球外したボール。第4球を投げました。打ちました。バックしていった。ヒット。佐々木いいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。初球ファウルから第2球低め外角ストライク。タイミング合いません。第3球を投げた。打ったに当たりだ。ボールはライナーでライトへ。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー佐々木残塁に終わりました。序盤終了しまして1対0選手。1点リードは変わりません。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは東。投げた。初球空振り。タイミング合いません。初球空振りから投げた。このボールも空振り。変化球にキレがあります。第3球は変化球。空振り三振。本郷見事なピッチングです。右のバッターボックスは5番赤石。第1打席はセカンドフライに倒れています。さあ次の投球投げた。低めボール。第3球を投げた。打った。引っ張った。レフトの左にボールが上がって掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターはピッチャー北村。投げました。完全に外れたボール。第2球バッターの足元。投げました。打った。第4球を投げました。見送ってボール。第5球投げました。打った。痛烈な当たり。レフト前ヒット。クリーンヒットです。北村ナイスバッティングです。先ほどのプレーです。バッターは7番。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。
一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。投げました、打ちました。これはセカンド真正面、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。結局一塁残塁で終了です。4回の表が終わって1対0、西武現在1点をリードしています。北海道、この回は上位打線から始まります。トップバッターは西、打ちました。初球打ち取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。さあリプレイです。左バッターボックスは3番谷中、第1打席は内野フライに倒れています。ストライク、いきなり158キロ。第2球投げた、膝元外れてボール。第3球は空振り。第4球を投げた、打ちました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番青柳、これが2度目のバッターボックス。ボール、投球これから2球目。チェンジアップ決まってストライク。第3球を投げた、3球目ストライク。次が4球目、投げた、空振り三振。最後は伸びのあるストレート。北村、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。4回の裏が終わりまして1対0、西武1点リードは5回の表、西武攻撃に入ります。先頭バッターは江原、今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、スプリットはボール。さあ4球目、高めボール球打った、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番三谷、第1打席はセンターフライに倒れています。1球目ストレート空振り、重そうなストレート。さあ次の投球投げました、ボール。第3球を投げました、インロー際どい球、ボール。第4球を投げました、打ちました。谷中交代、左中間へのヒット。三谷、いいバッティングを見せました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。打順をトップに返して千田、今日はフォアボールと三振。第9球スプリットはボール、まずはインコース低め。第2球投げました、スプリット見送ってストライク。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、流し打ち、ヒット。ボールは中継、千田ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。バッターは2番ミキ、第9球投げた、見送ってストライク。第2球投げた、打った、打球は三遊間へ、二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ワンアウト一塁二塁のチャンスでしたが得点できませんでした。5回の表が終わって1対0、西武現在1点、5回の裏1点を追いかけます。北海道攻撃に入ります。この回の先頭バッターは遠藤、第1打席はライトフライに倒れています。第9球危ない球、第2球
投げた、外角高め見送ってストライク、キレのある変化球。第3球を投げました、ボール。さあ4球目、打ちました、ファール。セイジ、ここは引っ張りに警戒します。投げました、打ちました。第6球を投げました、打ちました、いい当たり、美優君、ライナー、やった、センター前ヒット、クリーンヒットです。遠藤、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターはピッチャー本郷。第1球投げました、初球バント、ピッチャーの左へ転がした、あっと送球それた、ピッチャーのエラーが記録されます。ランナー二塁に進みました。選手、同点のピンチを迎えます。左バッターボックスは7番羽生。選手、一打同点のピンチを迎えています。セカンド牽制球です、タッチはセーフ、二塁はセーフ、チェンジアップはボール。投球はこれから3球目、見送ってボール。投げました、ボール。セカンド牽制、二塁タッチはセーフ、投げた、バントしました、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球アウト、送りバント成功です。選手、なおもピンチが続きます。投げた、初球を打ちました、これは内野フライ、ピッチャー落下点に入りました、掴みました、これで2アウト、ランナーは二塁三塁変わりません。ボール。投げた、打った、ピッチャー返し、ショート、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。得点圏にランナーを送りましたが同点には至りませんでした。前半が終わりまして1対0、選手依然1点。ゲームはこれから後半6回に入ります。初球はストライク。さあ次の投球、投げた、ボール。第3球を投げた、打ったいい当たりだ、ボールはライナーで左中間へ、レフト前ヒット、クリーンヒットです。ナイスバッティングです。さあリプレイです。バッターは4番東、今日3打席目、投げました、ボール。第2球投げました、危ない球。投球は3球目、投げました、打った、セカンド右横のゴロ、西掴んだ、二塁送る、セカンドフォースアウト、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げました、ストレートはストライク。第2球投げました、ストレートはボール、アウトコースへ。投げた、ストライク、重そうなストレート。第4球を投げた、内側いっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった、変化球ストライク、インコースへ。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、アウトコース低め、外れてボール。さあ4球目、引っ張った、切れていきます、ファール。投球これから5球目、149キロ直球、空振り三振、2者連続三振、選手2者連続三振に打ち取られました。6回の表が終わって1対0、選手北海道、この回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは寺田、今日はセカンドライナーとライトフライ。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番西、これが3度目のバッターボックス。初球決まってストライク、いきなり155キロ。第2球投げました、インコース見送ってストライク、これで追い込みました。投球は3球目、
投げました。初球見逃し三振。北村ナイスピッチング。ピンチヒッターは須田。第9球投げました。内角高め見送ってストライク。いきなり158キロ。1球目ストライクから投げました。決まった。ストライク。軽く追い込んでまいりました。追い込んで投げました。1球外してボール。投げた。ボール。次が5球目。あっとワンチップアウト。これはしっかりキャッチしていました。北村上位打線を三者凡退に仕留めています。中盤まで終了しまして1対0、西武依然1点リ。さあここは守備を変えてくるようです。試合は終盤7回に入ります。今日は三振とセカンドゴロ。投げた。初球打った。三遊間の打球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは江原。今日は三振とセカンドフライ。投げた。インハイ見送ってストライク。第2球投げた。打ちました。ファールボール。第3球一つ外した。ボール。第4球を投げた。打ちました。三遊間ライナー破っていった。江原いいバッティングを見せました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。選手ダイソー投入です。浜一塁に入りました。バッターは9番三谷。レフト三谷。まずは一塁牽制。タッチセーフ。投げました。初球スプリット空振り。少し迷ったか。第2球投げました。スプリットはボール。第3球を投げました。打った。掴みました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第1球投げました。初球空振り。さあ次の投球見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。インロー。ストレートは外れてボール。第4球を投げた。打ちました。セカンドの左西。ボールを掴んだ。セカンドから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。ファーストランナー残塁。7回の表が終わって1対0、西武得点差はわずかに1点です。さあここは守備を変えてくるようです。7回の裏、北海道ラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは青柳。ここまで2打席連続三振。第2球ボール。第3球を投げた。スライダーボール。第4球は打った。強い当たり。入れば同点だ。さらに伸びていく。入った。同点ホームラン。宇宙間スタンドへ吸い込まれていった。スリーボールから1点出ました。さあチームメイトからも祝福を受けます。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。バッターは5番遠藤。今日3打席目。第1球投げた。初球見送ってストライク。いきなり156キロ。第2球投げた。ボール。第3球は外角低めいっぱい。ストライク。追い込んでいます。追い込んでから第4球を投げた。打った。センターへ上がった。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターはピッチャー本郷。第1球投げました。初球空振り。いきなり154キロ。
第2球。投げました。2球目ストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げました。外角高めへ外れてボール。投球これから4球目。158キロ直球、空振り三振。バッターは7番羽生。これが3度目のバッターボックス。打った、ファール。第2球投げました。直球決まってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました。打った、流し打ち。掴んでこれで3アウトになります。7回までが終了しまして1対1。北村とうとう打たれてしまいました。選手この回は2番からの好打順。トップバッターはミキ。打ちました。当たり損ねはショートゴロ。桑山取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番、今日はここまで3打数2安打。打ちました、ファールボール。さあ次の投球、投げた、打ちました、ファール。追い込んで第3球を投げた、スプリット。空振り三振。全くタイミングが合いません。左バッターボックスには東。これが4度目のバッターボックス。投げた、ボール。第2球投げた、外角低め、見送ってストライク。第3球真ん中ストライク。追い込んでから第4球を投げた、149キロ直球、空振り三振。2者連続三振になりました。最後はスイングアウトの三振に倒れました。8回の表が終わって1対1同点。8回の裏、北海道攻撃に入ります。先頭バッターは江藤。今日は三振とピッチャーフライ、カーブはボール。投げました、ストライク。投球は3球目、投げました、インコース高めストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。追い込んで第4球を投げました、スライダーボール。さあ5球目、158キロ直球、空振り三振。右バッターボックスは9番佐々木。投げました、1球目ストレート空振り。いきなり156キロ。第2球投げました、スライダーボール。アウトローへ。投球はこれから3球目、内角ギリギリいっぱい、ストライク。さあ4球目、外れた、ボール。次は5球目、投げた、アウトコース高め、外れてボール。第6球を投げた、打ちました。打球はセカンド後方、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って寺田。第1球投げた、初球はストライク。まずは入れてきました。第2球投げた、直球見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、低め、空振り三振。最後は伸びのあるストレート。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。8回の裏が終わりまして1対1、現在同点です。本郷降板。ここでマウンドに上がったのは今福。今日2人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。インコース低め、外れてボール。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、変化球ストライク。アウトローへ、タイミング合いません。第4球は空振り。次は5球目、投げました、ボール。さあ6球目、
打ちました。サード左横のゴロ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー北村、今日はここまで3打数1安打1三振、初球空振り、タイミング合いません。第2球打った、追い込んでから投げました、膝元へズバッと決まって見逃し三振、今福見事なピッチングです。投げました、外角低め、フォークは外れても、第2球ボール、外角高め、第3球を投げた、ボール外角へ、投球これから4球目、フォークボール見送ってストライク、投球これから5球目、見送ってストライク、第6球を投げた、結局外れてフォアボール。セカンドベースマン背番号4。第9投げた、完全に外れた、ボール。第2球投げた、決まってストライク、少し迷ったか。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げました、アウトコース高め空振り、タイミング合いません。第5球投げました、おっとこれ当たった、デッドボール。さあこれが試合を決定づける場面となりそうです。北海道外野は浅めの守備を取ります。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、ストレート決まってストライク。第4球は打ちました、いい当たり、センターへ飛んだ、センターバックワンバウンドヒットになる、センターからセカンドへ、北海道土壇場、ここで勝ち越されてしまいました。選手貴重な1点、今福ここは踏ん張れませんでした。勝ち越しの場面映像でご覧いただきましょう。ランナー2人を置いて迎えるバッターは千田。第9投げました、初球決まってストライク。第2球投げました、低めボール。第3球を投げた、ストレートはボール。次は4球目、4球目空振り。次は5球目、打ちました、アルボー、投げた、打ちました、センター前進してくる、取ってこれで3アウトチェンジ。9回の表が終わって2対1、選手1点勝ち越しです。北海道この回は上位打線から始まります。トップバッターは西、選手このバッターだけは塁に出したくないところ。第2球投げた、インサイドストライク、追い込んで第3球を投げた、低めいっぱい、見逃し三振、北村3球で仕留めてみせました。投げた、初球から打ってった、ショートと右、一塁送球、アウト、選手勝利目前。バッターは4番青柳、スタンドからはなんとか1本と期待をかける声援が響いています。ボール。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、決まった、ストライク。次が4球目、投げました、ストライク。さあ次が最後の投球になるか。投球これから5球目、高め、空振り三振、最後は伸びのあるストレート、北村見事な完投勝利です。北海道1点差に届かず敗れました。さて今日のヒーローは見事完投勝利を収めた北村、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は2対1、北海道1点差で敗れました。
勝利投手は北村、敗戦投手は今福、北海道、残念ながらあと1本が出ませんでした。次は奮起してくれることに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。